皆さんこんにちは。こんにちは。さやみきミュージックチャンネルのみきです。さやです。花粉症じゃない花粉症デビューかな。大丈夫。辛い。さて失礼しました。さて本日は初見大会第2弾ということで、ピアノ譜を使った初見をこれからやってみたいと思います。思います。桜のしおりってね、AKB の曲ですごい有名になった曲なんだけど、今ここに桜のしおりのピアノ譜があります。ピアノ譜は右手と左手用に作られてるんですけれども、フルートとバイオリンは同じ旋律楽器って言って、メロディーあたりだいたい演奏する音域なんですけど、これを初見で試行錯誤しながら2人で弾きながらね、そうデュオしたいと思います。思います。覚悟しなさい。え、どうする。さやちゃんメロディー どこで切り替える。切り替えるとこで決めとく。そうだね。なんかあれ記号がないんだね。 B メロはどこ。で今日あれだね、長いから2カッコ飛んじゃおうか。うん。で、B メロここかな。うん、ここで交換する。じゃあちょっとやってみたいと思う。じゃあ最初私上行くね。分かった。
難しいし、なんか花粉症うつったうつったね。私も今ムズ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 。でもバイオリンは花粉症でも平気なんだよね。そうだよまあね、ちょっと難しかったんですけど、皆さん初見でやらせていただきました。なんかまだコードがあった方が嬉しくない？そうだね、ピアノってより、ね、そうなんです。コードがあれば何度もいくか分かるんですけどね。これはね、だいぶね至難の業ですね。どの音を取ればいいか弾きながら次の小説を見て悩みながら演奏しておりました。こことかで出てくることかな。あ、ないせ、こことかって言って、ね、分かんないよね。そう、今指さしたのは例えばあの合唱だったらアルトとかテノールの音域を今さえちゃん指さしてくれたんだけど、主旋律からのテノールかアルトがいればハモリができるわけですね。そうすればデュオってるなっていう、デュオってる、デュオってる。それにもう一個ねバスが加わることによってとっても安定した風に聞こえるんですけど、うん、ここね、じゃあちょっと内声系でやってみますか。ちょっとどんな感じになるか。OK。内声言ったさっきテノールあると重視に聞いてみたいと思います。桜のしおり。どっちの方が好きでした初見だからあれですが、サンドのハモリも、うん、良きですね。ね、綺麗、サンド、ゴド、綺麗でした。そんな感じで動画撮る前の私たちを見てもらった第2弾でございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあね。バイバイ。